こんばんちは。今回は謎のアラフォー仕事武蔵坊弁慶をめっ殺していくんやで。この動画で紹介する脳ダメ方法は簡単だからみんなも参考にしてみて。大きなポイントは3つだけど、まず1つ目が距離をある程度取ること、2つ目は接近してくる攻撃をかわして攻撃すること、3つ目も2つ目と一緒の内容だけど、後半になると新たに接近攻撃が加わるので、それをかわして攻撃だ。この方法であれば弁慶の攻撃パターンは前半では3パターン、後半は4パターンに絞られます。ちなみに前半ではこのぐるぐる回ってくる攻撃をかわして攻撃です。攻撃したらしっかり距離を取りましょう。後半ではこの攻撃が加わるので、しっかりかわして攻撃しましょう。最後に注意点です。どれだけ離れればいいかわからない人はがっつり離れてもいいと思います。そして攻撃後はちゃんと離れましょう。ではこれから鑑賞動画を流します。Mm-hmm.